とマズレ兵団がこあのインパールを落とせなかったんですよ。そうすると軍隊の強さっていうのはやっぱりその大阪教頭とその越後兵の高田連隊だとやっぱり全然違うんですよね。だからあーって、そしたらその列兵団の生き残りに、そのなんでそのインパール作戦失敗したんだっていうふうに聞いたら、俺たちはコヒマは落としたけど、その安兵団と祭り兵団がこのインパールを落とせるとは思わなかったって、やっぱりそういうことを心配しながら、より遠いコヒマの方を落としに行って、片方は落としたまま持ちこたえてるんですよ。要するに、これ同時に落とさなくちゃいけないんだけど、それで佐藤幸徳の孔明事件が起こるんですから。まあ、インパールはね、僕も現地見たことないし、どんなことか分からないけど、いろいろ本読むと、とってもいないけど、無理と思うけどね。だってもうね、だって。だって標高2000メートル級の、もうビチもないようなとアラカンころを、山脈。それをね、兵団、一個兵団が歩くだけちゃうんですよ、もう大砲とか銃器とか、兵坦とか、もちろん銃の弾とかね、こんなもん、一人頭、一人20キロ、30キロへせ、もう下手もう背負って、もう標高2000メートルのもうジャングルの中を行くなんて、もう無理ですよ、これね。で、あの時はその無駄口がですね、アホみたいに、ジンギスカン作戦だとか言って、牛に物をいっぱい運んで、ほんで、牛をずーっと行って運んでいったね。ほんで、牛がへたばったら途中で牛を食うんだ、言うて。ほんなら、食料は自分で歩きよるから、これでもう食料も大丈夫や、大丈夫や、って。ほんで、そんな行けるんかって行ったら、もう、こんなもう、牛が歩けるような道ちゃうんですよ。ガッタガタ道の。で、牛がだから崖から落ちたりとか、牛が足の骨折ったりとか、もうそれでどうしようもなくなってもうて、もうあっという間にもう、序盤の作戦からもう、挫折してしまって。いや、私ちょっともうせっかくその話になったので、ちょっと愛知トリエンナーレの話もついでにしたいんもうですみんなけ怒っど、とる、愛知トレーナーなんでかというと、例のその昭和天皇の肖像をバーナーで焼いて、足で踏みに燃え行っ残りて。足で踏みつけるって。であれの設定が、看護婦さんがいてですね、それがそのインパール作戦にこれから従軍するんですっていう設定なわけですよ。そういうのがある。あんまりそれ、詳しく、ビデオのその中身はあれ知らあ、そないうなもんの、だ知らかなかっらあた。れなんです。そしたら、私はだからそのインパール作戦もその本の中で書いてるから、もうそういう映像が出てきて、明日私は出立しますって、インパール作戦に従軍して、私看護婦なんですけど、これが行きますみたいなことで、そのビデオの中に出てくるわけ。えって、アラカン山脈、2000メートル級のアラカン山脈を越えていく作戦に、看護師、今で言う看護師、昔の看看護婦護婦、ね。その看護婦さんなんかついてきてませんから、もうその段階で、嘘なん、嘘そなんのですね。ビデオ映像作品がもう最初からもう前提崩れてるんですよ。それで、途中でその昭和天皇を焼く場面になっていくんなでるすけほど。ど、だから私は、愛知トリエンナーレを見て、その映像作品も見ましたけど、これ歴史も知らないし、なんでこんな、展開で、そして、脈絡なくこの天皇陛下が、この昭和天皇がこの焼かれたりバーナーで焼かれたりするんですけど、もう、って最初から歴史も何にも全く分かってないなと思っそうだて、よね。それで映像作品見ましたよ。ひどいね。いや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 、もういやちなみに、まあ、無駄口の話をするのは加藤さんと初めてだけど、僕は無駄口はもう許せんなと思ってるんですいやいや、よこね。れはね、彼がだから長生きしたじゃないですか、昭和40何年の。だから佐藤幸徳の、孔明事件のあれの時に、その叩き切ってやると、もうその小島を攻略したけど、もう持ちこたえられなくて、ついにその白骨街道になるんだけども、それからした時に、そのもう俺は無駄口を叩き切ってやるっていう佐藤幸徳が、その探してると、探しながら下がってきてるって、もうそのなってきた時に。
牟田口蓮也逃げましたからね、うん、だからさあのこいつを軍法会議にかけてやると、うん、要するに俺の命令がないのに、うん、あ下がってきたということで、うん、最初はそういうふうに言ってたんだけど、うん、もうその佐藤幸徳中将の方が叩き切ってやる状態で言ってるっていうことで、うん、もう牟田口は逃げてそのまま戦後もこの、うんうん、なるほどね、うん、あの長生きしましたからね、まあ今皆さんなかなか難しいことはいっぱい出たけど、公明、佐藤幸徳が公明公明、これ公明抵抗するに命、うん、公明っていうのはね、あの命令に逆らうことだ、うん、これね旧日本陸軍で上官の命令に逆らったら最高刑死刑なんです、はい、つまり、上官の命令に逆らうってのはもうありえないんです。ところがその佐藤中将はですね、こんなめちゃくちゃな作戦でこれをそのまま続けたら部下全滅すると、はい、もうこうなったら俺は軍法会議で死んでもいいから、その部下を助けるってその命令を違反して撤退するんですよね、うん、でこの時に佐藤はですね、もう軍法会議もう当然俺は軍法会議で死刑になってもいい、しかし軍法会議の場に引きずり出したら、うん、逆にこの作戦がいかに無謀な作戦だかということを俺は軍法会議でいっぱい言うてやると、うん、で実際に佐藤がやってきた時に軍は困って、これ軍法佐藤のアホなもう大バカもん止まったら、はい、でない、はい、そうか、せっかくええとこやのに、まあ、ええところで言うてるで、おい鍋とか言って、はい、動いた、また、はい、今動きました。今ええとこやったんですけど、あのもう一度喋ります、結局佐藤はですね、その軍法会議の前に引きずり出して、俺も死んでもええけど、あの無駄口のひどいことを全部言うんだと。でところが軍の上層部は軍法会議開いたら、無駄口のアホなバカな作戦を上層部は認めて、これね、実は上層部も無駄口がこんな作戦やりますって言った時に、上層部はみんなプロやからできるわけないやんけ、こんなんで、もう絶対無理やとみんな思ってた。ところが無駄口がどうしようかなって言うから、まあ無駄口があくまで一生懸命やりたいやりたい言うてるから、まあやらしたろうかって、やらしたろうかって生かされる兵隊死ぬんですよ、何万人も兵隊死ぬんですけどね。もう 上層部は、まあ無駄口がここまでやりたい言うてるから生かしたれ生かしたれって、だからこういうのがね、軍法会議でもう全部あらわになったら、上のやつもみんな偉いことになるから、でそこで日本陸軍はどうしたか言ったら、佐藤中将は、精神に異常をきたしたからで確かそうやね、うん、確か精神に異常をきたしたから、ちょっと彼はちょっと置いとこうということで、結局うやむやにしたんですよね。やっぱりね、うん、その今これも出てるけど、あの宮崎少将なんかも小柄な、戦後あの、うん、この貸し本屋をやる人なんだけど、うん、この宮崎重三郎なんかもものすごいんですよ、やっぱりその、この高田連隊の列兵団の方で小島を攻略した方は、うん、やっぱもこの軍隊ってそれぞれの地域によってで、うん、強いところとやっぱり弱いところがあるわけ、うんうんうん、やっぱりその戦国時代でも、うん、越後兵か、この上杉、うんうん、この上杉は強いとか、うん、武田が強いとか、うん、なんとかいろんなところがあるわけだけど、それって代々そのやっぱりつながってきてるんですよね、うん、だから、うん、薩摩兵がその強いっていう、要するに島津の時なんか敵肝を食らうって言われてた。あの島津兵は、うん、その相手がその恐怖になるのは、その島津はあの兵はその生き肝を食らうようなものすごい、うん、強さなんだっていうことで、うん、そしたらそれ幕末にもやっぱり薩摩は強いわけじゃないですか、うん、そしたら硫黄島の時にそのもう硫黄島って最後の最後じゃないですか、うん、あれ昭和20年の3月ですから、うん、そうすると昭和20年の3月ってなると、もうあの混成旅団とか、うん、そういうもう寄せ集めになってあそこの守備隊を作ってるわけだけど、うん、結構あの時は年配な、そう、年配の兵団だったよね。そこに唯一連隊機を報じて、うん、やってきたのがこの鹿児島のあれが来たんですよ、うん、最後、うん、それもこの一番のその現役兵じゃなくて、うん、もう後から集めたんだけど、うん、けど殺軍ですから、うん、それで連隊機報じてるから、うん、
それで彼が与党の彼が栗林がその殺軍が来た、殺軍が来たっていうことで、うん、それでなんで米軍の方があんなに死傷者が多かったかっていうと、うん、その殺軍を全部この浜があるじゃないですか、うん、あそこに全部配置したの。だからあれアメリカ海兵隊対、あ、音聞こえませんよって。聞こえる？はい、聞こえます、はい、すごく、はい、そうん、はいはい、うん、殺軍対海兵隊だった、うん、あ、それでものすごい戦いになって、薩摩対アメリカ海兵隊なんか、それで、うん、一人も生き残ってないの、うん、この殺軍の方が、うんうん、そしたら一人も生き残ってないのに、私証言聞いてるんですけど、うん、なぜか生き残ってる人がいる、うん、何かと赤痢でそこに行けなかった人間がそのことを全部証言してくれて、私本書きましたけど、その一人も生き残ってないと、うん、それで殺軍対海兵隊の戦いのもうその凄まじい戦いで死傷者が海兵隊の方が上回ったというやつで、結局薩摩、そうだから硫黄島は、日本の守備隊は約2万人やったっけね、うんうん、でまあこれはもう玉砕します、まあ何人か数えるほど、まあ、生き残りました。怪我して捕虜になって生き残ったと言いますけど、ほぼ、まあ、全滅です、ところがその死傷者の数は米軍を上回ったんです。米軍が上回ったんです、ね、これ唯一です。これね、太平洋戦線で唯一です。ものすごい戦いですよね、うん、しかもね、日本軍はもう銃器ほとんどなかったんですよ。つまり大砲とかそういうのもほとんどなかった、うん、でなおかつその兵隊もなかった、食料もない、非常に装備はもう超貧しい、もう装備なんかでいうとアメリカの100分の1以下でしょう。それでアメリカ軍の死傷者が上回ったんです、うん、でしかもあの時確か、硫黄島はですね、アメリカ軍はこんな小さな島、3日で落とせるか1週間で落とせるか、なんかもうこんなもすぐ一瞬やと思うたよね、うん、でまあそれでもまあ安全を期すために言うて、最初、島の形が変わるぐらい艦砲射撃撃ちまくったんでね、もうアメリカの超大型戦艦がですね、ものすごい数の大砲を打ち込んで、すり鉢山、はい、すり鉢山、ここをめちゃくちゃ打ち込んで、すり鉢山の守備隊で、うん、これ私は実を言って私の恩師が、うん、そのすり鉢山の守備隊のでやって、その後読売新聞の政治部の記者になって、政治部長論説員になって、うん、畳のる先生なんですけど、うん、これが生き残りなんですよ。またこれは最後の船で、うん、いたやられたんですよ。で、うん、本土に帰る最後のやつで、その、まあ、爆発、うん、爆弾爆この来てですね、うん、それでもうちょっと近かったら即死だけど、うんうん、でもうちょっと離れてたら本土総監にならないわけだけど、なるほど、もう重傷を負って腹渡が出かかるぐらいの重傷になって、それで最後の船で本土に帰って生き残って、部下全部死んでるんですけど、なるほど、ね、そういう人のそのすり鉢山でそのいかにその艦砲射撃がすごかったかっていうのは、うん、それはまあ形が変わるぐらいですから、やっぱりすごいですよね。そう、島の形で、そこでもうこれでもうほぼ全滅されることで、海兵隊が乗り込んだ、うんうん、日本軍がもう命がけの抵抗したんですよね。でこれね、日本軍ね、これ私もいろんなところで出てますけど、硫黄島でね、なんぼ抵抗してもね、玉砕するんです。絶対玉砕するんです。勝てるわけないんです。もう物量なんかもう100倍1000倍以上なんです。勝てるわけない。もう日本軍は水もないんです。水もない、もう灼熱地獄の中でね、トンネルを掘って、そのだからトンネルなんかもうトンネルの中の温度なんてもう40度とかそんなんですよ。50度とかもうそういう中で、絶対死ぬんです。絶対死ぬんです。 100% 死ぬんです。じゃあなぜ抵抗するのか、なぜ戦うのか言ったら、彼らは自分たちが1日生き延びれば東京空襲が1日延びると、東京の市民が1日も自分たちが3日頑張れば東京市民は3日間助かる、もうその根性で、結局1ヶ月ぐらい持ったかな、はい、ものすごい3月だから20何日まで、うん、持つわけですから、ね、え、ああすごいです、すごいよね、うん、本当に。この今コロナのその13万人のアメリカのこの死者ですよね、うん、これが今
太平洋戦線のその対日戦の米軍の死者16万5千人に迫ってるわけですよ。これがその与党を含めもうあの歴戦のそのもういっぱい諏訪があるじゃないですか、うん、戦って戦って戦い抜いて、うん、16万5千人の対日戦太平洋戦争で戦死者を出した米軍のあの死者をコロナが上回るかもしれないという、あと3万人か、あと3万、うわ、いやこれそうなるとちょっと太平洋戦線を上回る死者が出たらさすがにトランプ政権これ持たないですよ。16万超えてきた。しかしトランプ政権持たないと別にトランプのせいないねんけどねこれだからこれは中国のせいからね、うん、中国のせいなんだけど、うん、そのベトナム戦争を超えた、それで朝鮮戦争のこれもこうあの合わせてこうなんとかってこうなってきたわけだけど、けど対日戦っていうのはこれは特別ですから、うん、あの地獄の太平洋戦線の戦車16万5千、これを超えるとなるとちょっとこれ厳しいですよね、うん、まあトランプが厳しいというよりもあのアメリカの対中政策がまあ憎さはすごくなるわけ、厳しくなるよね。だけど、うん、この要するにその、あのバイデン氏はこれはまあ習近平との関係があの一番深い男ですよ、うん、これは息子が息子のためにいろいろやってくれ、息子はあの中国でいろいろ商売をこのした男ですから、うん、それでそれとともにその今議会がこの共和党も民主党も両方あの反中でものすごいことになってるんですけど、うん、はい、その中でバイデンともう一人、うん、スーザン・ライスさん、うん、この人これはあのオバマ政権の安全保障担当補佐官ですよ、うん、これはもう中国マニアと呼ばれてる女性で、うん、この2人が民主党の中で一番中国にこの親しい2人なわけですよ。まあとにかくバイデンが大統領になったら日本は相当厳しい、ね、厳しくなる、うん、だけどバイデンもうまいことなかなかその、 あの民主党のその議会も、うん、もう反中で固まってますから、うん、やりにくいことはやりにくいですよ、うんうん、やりにくいことはやりにくいですけど、うん、トランプがやってるようなことはしませんから、うんうん、しかもスーザン・ライス中国マニアと言われてるスーザン・ライスがこれは要職に就いたりするとこれはやばいですよね。まあ僕はないと思ってますけどね、うん、これが、うん、だからその今後のその死者の増え方によるわけですよ、うん、まあさらあれね、まあその死者の数もまあさることながら一旦ちょっとそれを置いといて、うん、まあもちろんこれは死者の数が増えたら余計政策にも影響すると思いますけど、いよいよこれ私と加藤さんはもう前から言うてますけども、うん、本格的に2020年はアメリカ対、はい、アメリカじゃない、アメリカを代表とする自由主義国、自由主義陣営対中国という戦いになってたね。そうそう、いやそれでね、これもし自由主義陣営が負けたらもう世界暗黒や、暗黒ですよ、うん、だから私はこういつも言うのは、うん、その習近平もバカだなと思うのは、うん、あと5年、うん、10年我慢すれば確実なんだけど、うんうん、あと5年でももう世界がもう中国とのもうそのもうあの要するにディカップリングなんか全然できないような状態になるのはあと5年か 10年ですよ。ちょっと焦ったね、うん、焦ったわけ、うんうん、だから必ず彼はそれをやるわけです、うんうん、それで今もうそのバイデンとこのトランプ氏の間がこの10ポイントも差がついてますっていうんだけど、うん、これができるだけ一桁の、 あの 5,6 ポイント差だったら、うん、あの討論会で逆転できると思うんです。なるほど。もうあのこの小森喜久さんのあの産経の記事読んだらそのボケ老人ということで、うん、もうそのあの認知症というか、うん、それがこの結構アメリカ人の間にもバイデン氏の認知症の進み方がかなりひどいぞっていうことが、うん、かなり流布されてきてることはきてるんだけど、うんうん、彼にもう言葉を言わさない、もうマスクだけしてニコニコしてりゃいいよってことで彼発言しないじゃないですか、うんうん、けど 3回ありますから直接対決が、うんうん、その時にこれトランプとバイデン氏のこの候補者討論のこの激突ですよね、うん、これで
ガンガンガンって数パーセントの差だったら一気に逆転しますよ、うん、だからそこに期待しますけどね。いや僕はもう蓋開けたらトランプがびっくりする話だと思いますけど、ね、はい、はい、あの世論調査でアメリカの世論調査全然信用してないんで、はい、ほんであともう一つね、これトランプさんに今追い風、見えない追い風となってるのは、うんうん、あの例のあの BML ですわ、うんうん、ブラックなんて、はい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 、あれはね、うん、みんなあのほとんどの白人は口にしません、うん、けど、うん、おかしいと、何やねんこれと、うん、でこれはねもう このあれを潰してくれるのはトランプしかないとみんな思ってるんです、うん、で絶対言わないそれは、うん、絶対言わない、だから世論調査でも絶対出てこないけど、うん、まあ、国連がね僕はトランプさん の見えない追い風になってると思うんですよ、うんうんうん、だから蓋開けたらえそんな差ついてたのっていうぐらい、まあ、トランプは圧勝すると思います。でまあまあそれはアメリカの答えで一旦置いといて、うん、はい、まあ、とにかく今加藤さんが面白いこと言うたのは、うん、この5年10年15年で、中国のいわゆる世界試合がもう相当進んでました、相当進んでた、うん、はい、で、これをまた秘密に、ね、水面下でずっとやってたらあと5年経ったらもう無理だったの、もう無理無理、ひっくり返すことできない状態になってたかもしれない、うんうん、ところが、今回コロナのこともあったりしてですね、トランプ、習近平は相当焦ってやってしまった、いろんなことをね、これね、うん、極論すると、うん、これまあこの本にも書きましたけど、うん、あの感謝しろ の3月4日の中国に感謝しろっていうのがこれ、うん、うんうん、ポイントなんだけど、うん、これ国安法、香港国安法で、うんうん、国家安全維持法を、まあ、通してしまったというのが、うん、これ最大の悪手になるんですよ。いやあれはね、うん、これ何かというアホ丸出しでしょ、これであんなことしたらついにイギリスが完全にもう、あの 5G ももう完全にやめます、うんうん、それでクイーンエリザベス、あの最新空母も、うんうん、この南シナ海太平洋に派遣しますと、うん、もう完全に決めた最後のボンになったわけ、うん、いやだからあれはね、僕はもう習近、うん、あのまあ、前から関英さんはね、もう習近平はバカだバカだバカだってずっと言ったけど、うんうんうん、あの国家安全法、あれをね世界に、この法律を実行するんだって言うたら、これはもうアホ丸出しですよね。だからもう完全に取り込まれて、うんうん、もうその中ロ独と言われたそのドイツに、ドイツはもう完全に中国がタブーだったわけだけど、うんうん、でメルケルはもう習近平ともう抱き合ってこういう状態なんだけど、うん、その日本以上に中国をタブーにしているドイツですらこの国安法が出たことで、うん、これはやばいということで、うん、今批判がもうタブーでなくなりつつあるんですよ、ね、いや確かにね、あんなこともう僕は小説家やけど、小説あただまあ OL でもね、うん、思いつかないバカ、やらないですよこんなこと、普通小説家でも思いつかないぐらい バカなことでしょ、俺、うん、だってどこの国の人でもこれ中国にあるいは香港に行ったら逮捕されますっていうやつですからね、もう死刑ですよそう、僕ら方がまあ厳密にそれを実況されたら、もうフランス行っても僕はもう死刑やからね、あもう、うん、この犯罪に引き渡し条例があるところは、条約があるところはもうアウトです。そうだからもうヨーロッパのほとんど私たちはもう行けなくなったんです、どこ もう死刑になるよ、はい、でもそんなことね、もう普通ありえへんし、考えつきもせえへんでしょそれ、うん、だってよその国に、ね、勝手に自分のところ法律を作るんやから、うん、いやそれで私これで中国人とまた議論したんですよ、ほうほう、それでそのそれでじゃあカロさんってその向こうがまあ何十年の付き合いだからいろいろ言うんだけど、うん、じゃあカロさんはこの2つのうちのどっちがいいか、2つとはどう、その2つは何かというと、1つは国安法のような、うん、法律を作って民主化運動を抑え込む、うん、でもう一つは武警もしくは人民解放軍を入れて、うん、それであの時の 6.4 事件、天安門事件のように、うんうん、世界のカメラの前で、うん、ああいう人民を蹂躙してしまうこと、うんうん、今これどっちがどっちかを選ぶとしたらカロさんはどっちを選びますかと、それは国安法のだからやったんですっていうことを言うわけです。何気やなそれ、ああだから、うん、本当にこれの背景が何があるかというと、中国人が圧
頭的に、うん、なんで香港をあそこまでのさばらせてるんだと、うん、あの民主派と称する若者たち、うん、ああいうのをなんでのさばらせてるんだと、うん、習近平政権何やってるんだの突き上げが大きいわけです。あ、中国人からの。中国人からの、うん、それで自分らはこんな自由ないのに、うん、ないにもかかわらず、うん、だからこの13章のところをもう一度ちょっと読み直してほしいんですけど、うん、あの13章のところに中国人の本音を全部ぶち込んだんですけど、そのもう何十年来の付き合いのその中国人も含めて、それで公安関係の人間の話もぶち込みましたけど、うん、これ何かというと、もう中国人はこの香港のこういう自分たちがこんな弾圧自由はないけども、もし死ななくちゃいけない、要するにニューヨークがどん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 、うん、なくなっていきましたよ、コロナでなくなっていきましたよね、ああいうふうにこの死ななきゃいけないような自由なら、そんな自由はいらないとそんな自由はいらないと、だから、うん、もう私たちは今の程度の自由でいいんだと、うんうんうん、で西洋のこの価値観、自由民主、うん、人権、それは分かりましたと、うん、それだけど私たち中華民族の価値観とは違う、もともと違うわけだから、でもうほんのこの間までそっち側の方が民主主義の方がいいと思い込んでたけど、うん、人間の命がこのどん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 死んでいくような自由ね、うん、そんなものはいりませんと、うん、いうことで、もう中国の人民がそういうことになってきたわけです。なるほどね。それで去年一昨年から、うん、そのトランプとその習近平との間でその貿易戦争とかがいろいろあった時に、うん、始まった時に、うん、何が起こったかというと、映画とかテレビで、うん、朝鮮戦争の映画とかドラマがどんどん出だすわ、うん、ああ書いてたな、これ、ね、これ書きました、うん、それも書きました。それは何かというと、前は抗日ドラマやったけど、うん、抗日ドラマはもう今許可されなくなって、うん、この朝鮮戦争がもうテレビとか、朝鮮戦争っていうのは敵はアメリカ軍やからね、そう、うん、それが人民解放軍、あの弱かった時の中国ですらアメリカには負けてない、引き分けてると今強くなった中国なら勝てるということで、あの時も負けてないんだよということを刷り込むために、うん、この映画とドラマを、朝鮮戦争のやつを繰り返し今やってるわけです。なるほど、ね、去年ぐらいからずっとやってるわけです、うん、どこから突っ込んでいかないけど、突っ込むんじゃないけど、うん、別に突っ込むわけだけど、はい、何から言うていいかからない、いわゆる自由とか人権の価値観の問題やけど、うんうん、中国人は自分たちは西洋の価値観とは違うんだけど、ただ中国人はもうこの100年の歴史みたいな、まあそれ以前ももちろんないんやけど、実は現在の中国人も、僕らが日本人とか自由主義社会の国の人々が享受している自由とか人権を あいつら手にしたことないのよね。ない見たことないのよね。ないうん、はい、だからもう全然価値観がちゃうよね、見たことないもんやからね、うん、であともう一つはね、中国は今非常に恐ろしい状況になってしまったのは、もうこれはもう知っておくれないけど、中国人自身が、うん、天安門時代とは全く違って、うん、天安門の時はまだ、うん、いや頑張れば、自由と人権を手に自分たちは手にすることができるんじゃないかと思ってたとかあるけど、うん、今はもう完全に諦めてますよね。諦めてるというか、うん、というのは、まあ、中国人は今、十何億人おるかかるけど、うんうんうん、そのうちの9億人がスマホを持ってるらしいね、うん、はいはいはい、でそのスマホの中に全部スパイアプリが入ってるから、うん、もう自分が誰といつどこであった、いつどういうところで動いたとか、はいはい、もうそういうのが全部、だから今回のコロナでそれが完成したんです、うんうん、でもう どういうパソコンで検索したとか、こいつはどんな趣味があるとか全部当局に押さえられてるから、そうもう自分たちは反政府活動あるいは、反政府批判、もうこういうことしたら即座にやられてしまうということ、はい、それは中国人自らも知ってますから、はい、もう自分はだから中国だからだからもう一種精神的奴隷として生きていくという、もうその諦めの境地に達しますよね。だから私この本の中に、うん、見出しでも書かせてもらったんですけど、うん、
そのこれが完成したんですよ、今回のコロナ の、うん、なるほど、あれで全部 の、 その行動がもう全部分かるようになったの で、うん、でそのことをその中国人が何て言ったかというと、ウイルスはこのウイルスは私たちのもう心を完全に殺したというふうに言いましたね、うんうん、だからウイルスが殺したのはそのまあ、あの亡くなっていった人たちの命でもあったわけだけど、その生き残った人たちの心ももう諦めですよね、うんうん、習近平に抵抗するとか、うん、いろんなことを言うっていうような自由とか、うん、そんなものはもう消えましたと、うん、亡くなりましたと、心がウイルスによって殺されましたというふうに、うんはい、まあここまでね暗い話ばっかりしたけど、さらにもう一つ明るい話というか、はい、明るくないんやけど本当は暗い、うん、もっと暗い話なんですが、うん、見ようによって明るい、あるいは見ようによってもっと暗い、うん、何度も言えば微妙な表現してますが、うんうんうん、今中国が今大変な危機にあるんです、うんうん、三峡ダムです、はいはい、三峡ダム、あの言い悪い言いませんよ、言い悪い言いませんよ、うん、もし三峡ダムが崩壊したら、うん、中国崩壊です、うん、これはね三峡ダムのその、うん、これがまあ出来上がるまでですよね、うん、だから私はねあの三峡ダムが出来上がるずっと前にもあの三峡 の、 あのこの船下りなんかするなよって、まあ、言われてたぐらい、もともとほら急流の三峡があって、うんうん、でそこにまあこのあれほどのもの世界最大のものを作ったわけですけど、だからあのこの長さがまあ2キロ以上ありますし、これがまあ200メートル近くありまして、だからその台湾なんかでは戦争の時にやっぱりその三峡を破壊すればこの何億人が死ぬみたいな、なんか4億人が死ぬか6億人が死ぬとか言われてますね。だから今あの戦争のもうあれが変わってきたわけですよ、日本例えば原発にこのぶち込んだら、うんうん、これはどん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 汚染が広がっていって やられるとか、それで中国にもいっぱいその発電所がありますから、うんうん、でそれとともに三峡ダムを攻撃すればとかいろいろありましてね、うんうんうん、あのインドのミサイルなんかもみんな三峡ダムに向いてる、向かってるよりますよ ね、 ね、だからそのとにかくあの簡単なこと言うと、あのスエズ運河、パナマ運河ですよ、要するに、うん、あそこで横っちょに、うん、そのぐーっと要するにその、うんうん、船を上げないといけないじゃないですか。あれは太平洋と大西洋 の、 あ の、うんうん、あの 海抜が違いますからね。 そうそれのために、うん、あのこのスエズ運河でも、うん、パナマ運河でもやってるじゃないですか、うんうんうん、だから運河なんですよ、あのもうあの三峡ダムって、うんうんうん、だからみんなあのあれでそれであの武漢 の、 あの下の方からずっと行ってですね、あそこまで行ったらそこでまた上げてもらって、それでまた行くってやつで、あのほんでね、今はもうどんどん今危険水域上がって、はい、今危険水域はもう2メートル近くなかったと。いやこれ今日のニュースで10メートルっていう報道がありましたよ。そうですか。ほんでね、うん、今とにかくあの三峡ダム、もともとダムっていうのはもう治水といわゆる貯水のためになるけど、もうその治水と貯水ができないと、うん、やったらボカーンと倒れて、うん、もうえらいことになる。だから、水を食べられないんでどんどんどん水出してる、それでも溜まっていくという非常に恐ろしい、うん、ほんで今すでにもう周辺の下流域がですね、もうどんどん水浸しになって、で僕らのネットの映像を見ててももう、もう水ほとんどの町が水浸しですよね、うん、でああなってきたら当然経済活動もできない状態なんですが、実はねもう一つは、うん、これこの間関谷さんとおっしゃってたんだけど、僕は関谷さんに聞いたんですが、うん、これ中国の農作物パーでしょ言ったら、うん、はいそうですって、うん、だからもう、とあんだけの洪水だから農作物パー、はい、ということはどうなるかというとね、この秋に中国は大食糧難になるんですよ。そうです。ほんで買い占めですな。そう、中国はだからどっから飯を買うかで言ったら、これやっぱアメリカなんですよ。アメリカは小麦とかすごいからね、トウモロコシとか、だから、だから逆にね、アメリカはいわゆる食料を武器として戦うことができるんですよね。だからね、もう下手したら日本も食料難になるかもしれないですよ、うんうん、これ。ほんでもう一つは、だから食料輸入大国、うん、その中国が
その食料輸入大国であるっていうことをみんなもうその昔はほら農業大国で、うん、そういうあの外貨なんかもないから、うん、食料輸入なんていうのはできない国だったんだけど、うん、今はその贅沢にもなりいろんなものを やって外貨もあれしたもんだから、うん、あの食料輸入大国なわけです、うん、それで石油要するにエネルギー輸入大国でもあるから、うんうん、これあの国際社会でこれを今その国内循環ってそのもうあの国際的なその貿易とかのなくても生き残れるようなあの国内循環経済にしようっていうことで習近平大使で一生懸命やろうとしてるんだけどもう無理なんですそれ、うんうん、もう食料輸入大国であり、うん、エネルギー輸入大国でもあるから、うん、これは厳しい状態が来るんです、ね、実は1990年代から世界の食料学者は、うん、中国これからは中国人を誰が食わせるかっていう問題がいずれ出てくるんだけど、うん、もうあのそれがね今年になっておそらく、うん、えらい切実な問題として世界に突きつけられると思いますね、うん、で、まあ、ここからがねもう SF の世界ですけど本当に三峡ダムが壊れたら、うん、ええ悪い言うてませんよ皆さん気をつけてね、うん、三峡ダムが壊れたらまあこれあとはシミュレーションでするけどまあ実際に、少なくとも1億は死ぬだろう下手したら3億4億死ぬだろうでそうなった時に中国はどうなるかということで、実際に3億とか死ぬようなことになったらねその後は地獄なんですよその難民たちがもうその倍ぐらいの難民たちが食料を奪い合う命を奪い合うでそこに、疫病が流行るでそうなってくると人民解放軍がそこに投入しても食料なんかとても渡せませんよね、当然配給もできないほなあとも もう治安がむちゃくちゃになるほなそうするとねもう中国はおそらくこの世の地獄を見ますわでもうそうなってきたら中国の経済もそれから工場も何から何まで全部パーですわでもうそうなったら中国はもう今後20年間立ち直れない可能性も出てくるまあこれはいくまあくまで一つのシミュレーションですよだからねもう今中国はおそらく三峡ダムとにかく持ち帰ってくれと、うんうん、これが壊れたらもうもちろん中国だけじゃないですよもう難民がそうそう難民が日本に押し寄せてくる可能性もありますしまあとにかく、この100年ぐらい見たことのないような恐ろしい状況が起きる可能性があります。いやこれはとにかくその今回の、うん、ほらたったマスク一つでもこんな目にあったわけじゃないですか、うん、それで中国人がもう真っ先に買い占めちゃってね、うん、すごいことになったんだけどもうすでに食料になったらもっとすごいよもうすごいことになりますよね、うん、だからこの私はねこの三峡ダムがじゃあ本当に崩壊するのかいつ崩壊するのかっていうのがそれは今年とかあるいは10年先かもしれないし、うん、やっぱりそのこれはあの自然にの脅威がそのこの人工物をどう破壊するかっていうその時間が今年これだけもう水位が上がってきてるからもう今年がダメだろうと言ってもあと10年持つかもしれないし、うんうん、けどいつかは来るだろうと言われてますよ ね、 なるほどね。李鵬が残したもんですから李鵬があの時にこの江沢民が、まあ、上海からこの鄧小平によってこの国家主席になってこれ行くわけなんだけども、うん、その時に李鵬とこの上海閥のこの江沢民が、まあ、これでくっつくわけですよ。うん、その時に李鵬がこれは水利事業の男ダム男ですから、うん、それで三峡ダムがこれ豪されるわけなんだけども、うん、その李鵬が残したそのもう、うん、あの最大の負の遺産ですね。負の遺産が三峡ダムなんだけど、うん、これがその私たちはその去年のね夏の、去年の7月か去年の7月からその衛星写真で曲がってるっていうそのもうその あのダムのこの、はいはい、宇宙からのその中国の発表では20センチか30センチ言うとそんなもんじゃないよね、うん、だからでそうなってこれやばいねっていうことで、うん、それで去年の夏以降その中国問題を扱ってる人たちの挨拶で三峡ダム大丈夫かねみたいなのが、うん、挨拶代わりみたいになってたんだけど、うん、それが急にコロナに変わったわけです、うん、けどやっぱりこれが本当に崩落するかどうかっていうのは、うん、5年10年20年単位の話なので、うん、
今年即っていうことは分からないわけですよ。それは、ね、明日あるかもしれないし、うんうん、10年後かもしれないし、うん、これは分からないけど、うん、もしなった時はそれは悲惨です。いやもうあのおそらく人類はね、うん、地獄ってこんなもんかいうことを 見ると思いますね。これは悲惨、うん、あのおそらく単純に1億2億死ぬだけじゃないんですよ。その後がですよ、うん、もうね、もう法律も何もかも通用しない時代なの。もうわずかな個別をのために人を殺し合うっていうし、もうしかもこれ中国民族のちょっと非常にまあ独特の個性もありますけどね、個性という言い方がどうかわからないけど、まあそこに海王軍が出てくる、まあ恐れずで、でもね、まあ三峡大坝が崩壊しないだとしても、しないとしても今現在でもすでに分かってるのは、もう今年の秋以降に中国は大食糧難になると。いやもうあれだけ水に浸かっちゃったらもうダメですよ、ね、あもう全、うん、あの一番のそのこの食糧源のところが全部水に今浸かってますから、これはかなりの食糧難来ますよね。はい、えらいことですよ。えらいことです。しかもアメリカとこういう状態になってますから。あまああまりあの昔ね、フォーサイスが書いた悪魔の選択という本ありましたね、うんうんうん、であれはですね、まあ、ウクライナ独立を目指すテロリストたちの話なんですが、うん、これの大きなテーマが、うん、アメリカの小麦が、うん、当時ソ連ですけど、うんうん、ソ連に対して大きな武器を持つというこういうテーマやったんですよ、うんうんうん、で、まあそれは実際に、まあ、その時も実際そうなったんですけど、うん、あの時はね、うん、確か90年代いやもっと前か80年代にはその、ウクライナの大穀倉地帯で大危機になって、うん、もうソ連がもうすごい食糧難になって、うん、であれでアメリカはかなり優位を保つんですが、うん、今回それが30年ぶりぐらいにアメリカと中国でアメリカが再び小麦を持って、うん、中国に対して優位に出るということになるかな。しかもオーストラリアを敵に回したでしょ。あ中国が、うん、中国が、うん、そのオーストラリア産牛肉だけじゃなくて大麦も、うん、大麦に 80% 関税をかけるとか、要するにものすごい意地悪をしたので、うんうんうん、それでモリソン豪州のその、うん、首相がもうさすがにあの中国許すまじになったわけです。確かあの食料だけなくて鉄鉱石にもすごい、はい、それでそのこれ私いろんなところでもう話してるんだけど、その2004年の8月の北京秘密会議っていうのが胡錦涛時代のがあって、そこでオーストラリアあの属国化計画っていうのが話し合われてるわけですよ、うん、確かあの秘密会議かどうか知らないけど、その日本にも2050年に日本を全部自治区にするっていう話がありますね。それでそのことがあの一等書記官が外交官が亡命したもんで、ああそうかそれバレたよね、モリソンがそれを知ったんですよ、うんうんうん、それで、モリソンもさすがにこれは中国に属国化されるっていうのはこれは俺の政治生命をかけてこれは阻止しなければならないということで、うん、でそこにあの諜報員まで亡命したわけですよ。だから外交官と諜報員、これが諜報官の方はこれ台湾から亡命するわけなんだけど、台湾経由で亡命するんですけど、台湾がもう全部それ聞き取った後でオーストラリアへの亡命をさせるわけだけど、うんうん、もうそれの豪州が知ったそのもうこの自分たちをもう完全に舐めてるわけですよ、うんうん、これはオーストラリアなんか、うん、だってオーストラリアって留学生までその中国からの留学生まであの投票権があるような国なもんだから、ひどいね。いくらでもそれこそ外国人参政権どころじゃないですよ。でも確かそれなくなったんじゃなかったっけ、うん、だからそれの見直しがもう急にガーッとなったわけだけど、それに至るまでもう散々やられまくったわけじゃないですか。でここで最後だからサイレントインベージョンがもう今ベストセラーになってるけど、あれ飛鳥新社だと思うけど、うん、そういうそのもう中国にやられたこの静かなる侵略のそのまあこのひどさっていうものを全部反省して今戦いを挑んでますので、うん、そうするとそこからも大麦も小麦も、うん、入ってこない、ね、和牛じゃねえや、うん、オーストラリア産の牛肉も来ないんですよ、うんうん、そしたら豪と米という一番の食料生産国とこういう揉めてる時に、うんうん、
その食糧難が来たら、それは悲惨ですよ。うん、悲惨やね、うん。あともう一つ悲惨なのがね、うん、中国へ、まあ、15億、あるいは、まあ、何億か、実際には何億か分からへんけど、うんうん、これは中国も発表してるけど、そのうちの少なくとも6億人が、うん、少なくとも6億人が月収1万5000円以下なんですよ。うんうん、宣言だからね、うん、これがなんか李克強がこれを言った時に、うん、みんなが仰天したわけですよ。うん、要するにその今その副首相の劉鶴っていう、あの劉少奇の劉に、うん、あの鶴ですけど、劉鶴が国内循環、要するに国内だけで生きていくのをやらなければいけないということで、今副首相のその劉鶴がそれを打ち出してるわけだけど、李克強の方はこれ首相で上にいますけど、これがあの胡錦涛派なわけですよね。そうすると習近平はその李克強は気に入らないわけで、その劉鶴を使ってこう やるわけだけど、うん、これ一番のテクノクラートは李克強ですから、胡錦涛派の連中はテクノクラートですから、うん、あのどういうふうにしたら経済が成り立っていくかっていうのを分かってるわけですよ。うん、それでそのいろんなことをやらなければいけない、それでアメリカともこういう戦いになっちゃいけないとか、いろんなことをやって、それで露天経済といって、そのもう露天、要するに店も出させて、露天でやって、そういうので失業率をこの解消してっていうようなことまでこの李克強が打ち出したら、ことごとく習近平が潰しにかかるわけです。それで国内循環でいけるんだみたいに言ってるけど、その習近平経済のことがわからないので、今もうそんな状態になってるから、それはあの崩壊したらもう三峡談話崩壊したらもちろんアウトだけど、うんうん、今の時点での食糧難、そして貿易関係の方で失業者が溢れてくる、そうなるとこの秋以降本当に危ない状況になると思います、ね、ありますよ。例えばね、今あの月宣言か、あの月1万5000円以下と、うん、でこれは6億人いる。ほんでね、うん、まあそれは中あの物価貨幣価値が違ったらね、1万5000円でもいけるんですが、うん、今はもうグローバル経済でしょ、うん、だからあの中国に持っていったら安いっちゅうもないんで、中国に持っていったら安いってことはないんですよね。例えば中国人みんなそのだから給料上がっちゃってたからね、中国だから6億人はあの宣言しかないけども、うん、他の人たちはもう、うん、あの上がっちゃいましたからね。そうだからその6億人ははっきり言って服も買えないんですよ、うんうん、だから中国で服は、50円で売ってるってもちゃいますからね、やっぱり、うん、だからね、もうで例えばアメリカから例えば米ないか、小麦を輸入する、アメリカが輸入する米を月1万5000円の中国人が買えるわけないんですよ。いや、その人たちは、ヤクタさん、都市戸籍を持ってないから、うん、悲惨なんですよ。そう、もう要するにお金がないだけじゃなくて、自給自足ですね、うん、だから、うん、出稼ぎに来てたり、うん、あるいは農業、まあ、そのまま残ったりするわけだけど、うん、都市にその、まあ生息してるわけだけど、うん、これは都市戸籍が ない人たちは、うん、これいろんなその食べる手立てがなくなりますから、食料がなくなったらこの人たちはそれはもう生きるために暴れまくるしかないですよ。これ治安はもう本当にアウトですよ。そうですよね、だからもう本当に地獄になります、地獄になってますよ。はい、うん、いやーこれすごいことになってね、すごい。ところでボクシングの話はどうなったかってさっきからあの出てるんですけどボクシングはまた今度やいやいや、ロッキーマルシアノの話私今日しようとしてきてるんですけどほなロッキーマルシアノでしょ、ちょっとだけロッキーマルシアノっていうのはあのあれですね、まあアメリカが生んだ最後の白人チャンピオンやな、うん、一応やっぱりその、うん、この男はやっぱりね、尊敬されるべき男だと思うんですよ、うんうん、私なんかやっぱりロッキー・マルシアノのこのが好きっていうのはそんな大男でもない、うん、要するにあれ小さいんですよ、180ないわけですよね、うん、だから、うん、ヘビー級の中では当然179とかになると小柄になりますけど、うん、そのラッシュというか、うん、連続のあの、うん、叩きつけるようなパンチがすごくて、あとスタミナね、スタミナが、ほんであの数字9というそのまあ自分の数字、はいはい、もう右フック、この
もう恐ろしい未熟、はい、でね、もともとここにも書きましたけど、うん、ロッキー・マルシアノは、うん、すごい有名なワイルというマネージャーがおって、うん、そこ行ったら俺もなんとか食えるんちゃうかって、こいつが問題だったということ。そうそう、俺はね、そのロッキー・マルシアノのファンだったんだけど、うん、この百田さんのこの本を読ませてもらって、うんうんうん、いや、こういう環境でしんどい目にあったのかということがやっと分かりましたよ。そうそう、うんうんうん、あのロッキーマラソンのチャンピオンのままタイトルを持ったまま引退ですからね。全勝ですからね、49戦無敗という無敗のまま引退した男ですよ、うんうん、ほんで、まあ、ロッキーマラソン敵がいなくなったのね、もう、うんうん、全部叩きのめしちゃって、うん、それで、うん、実際にもう、うん、そのこ続けても敵がいないところまでやりましたからね、うんうん、でもそれでも敵がいなくても防衛戦やったら何十万ドルと入りますからね。そうです、そうです、そうです、やっぱお金絶対お金入るわけですから。 それでもそのお金全部捨ててしまって、そうです、で、まあ、そのマルシアノが最初にワイルのところ行って、あのボクシング見てください、あのマネージャーしてください言って、でやった見たで、そのワイルとそのもう一人そのプロモーターね、プロモーターじゃなくてあの、うん、トレーナーがね、トレーナー見て、うんうん、じーっと見てたら、ほんならもうトレーナー書いてますけどね、うん、こんなこれ以上下手くそなやつそっちの方ね、これ以上下手くそなやつがおったら俺はこれ自分の帽子食うたろうやって、アメリカの俗語ではその自分の帽子を食うのはありえないことっていう意味でね、はい、もうこれ以上こんなこれ以上下手なやつがおったら俺は自分の帽子食うたろうってどれ下手くそやったと。とにかくそっから全勝だからね、もうフットワークはまずい、もうボクシングスタイルはまずい、でヘビー級にしては体は小さいと、でなおかつ年いって当時24歳、はい、普通24歳からもうピークを迎えなかったのに、24歳から今からデビューしようかって和島光一並みじゃないですか。そうそう、もうこれどうにもないわ、はい、ところが一箇所だけ、うん、1点だけものすごいパンチ力やなと、はい、このものすごいパンチ力やな、まあこれだけで取るか、はい、で取ってマネージャーするかやったら取ったらもう連戦連勝や ね、 ねすごいよね。いや、 やっぱりそのこのマルシアノとそしてあのロッキーのあの映画なんだけど、うん、ロッキー・マルシアノとあのチャック・ウェップナー、はいはいはい、うん、あのアリとやったらかったですね、復帰したチャンピオンのあの初防衛戦でやったチャック・ウェップナー、うんうん、この2人を合体して、うん、私はあのシルベスター・スタローンはあのロッキーを作り上げたんじゃないかという気がしてるんですよ。そうね、あの、うん、チャック・ウェップナーあの話はもうロッキーの下敷きになりましたね、はいはい、あの映画ロッキー見たことある人いますかね、まあ、非常にもう古典的な映画ですけど、イタリアの種馬とかで頭されてもう若い時はそこそこ才能あったけど結局鳴かず飛ばずでもう年いってもう試合もほとんど組んでもらえない、もう万年負け犬みたいな、もうそういうイタリア系のボクサー、これはロッキー主人公で、これがある時に、アメリカのもう 大英雄やったみたいな、その黒人のものすごいスター選手、これが、ある時、うん、最近どうもわしの防衛戦あんま話題にならんな、ここら辺りでちょっと話題作りたいなって、そうやアメリカはアメリカンドリームや言うて、だからどんな弱いやつでもアメリカンドリームを捕まえることができる、これで行こう言うて、そのアポロってちゃんと出してくれてる、アポロがね、そうや、ね、どうすんねんお前何すんねん言ったら、ものすごい下手くそで弱いやつ、もうランキングにも入ってないのに、そいつに世界タイトルマッチというチャンスを与えるんや、これアメリカンドリームや、これで俺また防衛戦人気出るで言うて、ほんでいきなりもうロッキーはね、もういつも働いもうアルバイトしながら働いてるけど、突然ある時、おい世界タイトルマッチ挑戦できるの、わしが世界タイトルマッチ挑戦かい言うて、そこから物語が始まるんですよね、はい、でこれはモハメド・アリがもう超人気絶頂やった時に、モハメド・アリがその前に同じことしてるんですね、アメリカンドリームだと、うん、でチャック・エプライでもう年寄りでもう一生懸命やって、もう顔中もう試合のたびに顔切られて、もうズタズタ顔何十針も塗っとるようなものすごいフランケンシュタインみたいな顔のおっさんが、でこれ白人なんですけど、もうずっとあいつにチャンスを与えよう、アメリカっていうのは誰もチャンスがあるんだよ、カムバック後のチャンピオンになってからのあれ、うん、初防衛戦じゃなかったか、ね、ったかもしれないね、ああああ、うん、それでそのチャック・エッポナーはもうアリにもう持て遊ばれながら、はい、もうあれ最終ラウンドぐらいまで行ったよね、行ったもうもうボコボコになりながらね、ボコボコボコになりながら、それでもガー最後で頑張って頑張って、もう頑張って頑張って、懐かしい懐かしい、最後最終15ラウンドでとうとうアリのパンチで力尽きて倒れるんだけど、はいはいはい、でその試合を、シルベスター・スタローンが見て、はい、感動してこれやと、俺これを物語にするんだよって
で当時シルベスター・スタローンは全く人気の出ない俳優やってね、はい、もう主役なんかとんでもない、もう早くのもうほんま脇役、もうエキストラみたいな脇役しかできなかった。でそれでもう空役はだった。でそれがこれやっちゅうて自分でシナリオを書いて、ロッキーっちゅうシナリオを書いて映画会社持ってて、これどうですかやったら、ほな映画会社見て、おもろい、これおもろいなと、もしこれ買うわと、これかそうですか、買ってくれますか、いやあのその代わりこのシナリオはものすごい値段な、確か何万ドルで知られるとは、シルベスターストローの金もなかったんですよ。だから何万ドルもらえたらもっと嬉しかった。ところが映画会社はそのシナリオを買って映画を作るんやけど、当然主役はシルベスターストローとしちゃうんですよ、うんうんうん、知らわせてシルベスターストローってもう無名で、そんなやつ主役なんか使えるわけないんで、でところがロッキー、ところがシルベスターストローはそれやったら嫌やと、俺が主役やるんだよって、お前が主役やったらもう映画当たらへんやけど、ただもう俺が主役やって、うーんせないとこのシナリオ売らへんやって、ほな映画会社もシナリオ欲しかったから、分かった分かった、ほなお前が主役って言うてするわ、その代わりシナリオ料はこんなんやで言うて、もうただみたいなシナリオ料なんです。でもシルバスターしたのはそのわずかただみたいなシナリオ、シナリオ料でもええから、あのいい俺を主役にやらせてくれって、ここが勝負やね人生の。この時に何万ドルうちお金もらえるから、もういいわ それでいいですわって渡しとったら、シルバースタースタローはなかったよね。だから人生で勝負する時あんね。いやなんか、うん、マルシアノからチャック・ウェプターに行きロッキーに行きって、なんかこう話がこの地上最強の男から、はい、あのあっちこっち飛びながら、はい、もう私のシルベスタースタローに、私の話は大概こうですね、はいはいはい、もう三峡ダムからもうはい、シルベスターサロンまで行ってしまうという、はい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 、特攻からゼロ戦からね、はい、今日はいろんな話しましたね、はい、ですからね皆さん、私酒飲まんけど、私と飲みに行ったらおもろいで、もうもう3時間4時間僕喋る話好きやから、もう5時間でも6時間喋るから、もうその話がどこへ行くか分からへんね、はい、まあはい、まあ女の子にはモテませんわいやいや今日は本当どうもどうも長いことありがとう、ありがとうございました。はい、もうだいぶ延長してしもたね。いやいやいや、はい、ありがとうございました。ありがとう。明日虎ノ門ニュースは明日の江崎、道夫さん、道夫さんでよかったかな、はい、はいはい、道郎と書いて道夫さんですね、はいはい、江崎道夫さんと私が虎ノ門ニュースでまたいろいろやります。あ、一つ最後の一つだけ、はい、これは関谷さんの焼き肉だけど、うんうん、ものすごい盛り上がって二人とも大笑いした話があって、うんうん、まあこれ関谷さんもツイッターで書いてたけど、うん、これは皆さんお笑い、あの、まあ、皆さんも当然ご存知だと思いますけど、うん、アメリカ政府が中国の特に悪質な高官4人を名指しして、うんうん、この4人に制裁を加えると、うん、でその制裁って何か言ったら、アメリカ国内にある、うん、アメリカ国内の銀行とかにある資産を凍結する、うん、そして彼らの家族は、うん、彼らも含めてアメリカにはもう入れないと、うん、つまりアメリカで住むことになる、はい、アメリカ留学とかダメだってアメリカ政府はそれをやった、はいはい、それを聞いた中国政府は、はい、中国政府はアメリカ人に対して同じことを やったわしらも、アメリカ人4人を同じ制裁加えだったらどうやー言うて、どうやって、うん、つまりアメリカ人はもう中国の銀行で資産を預けられない、へへー、アメリカ人 あの家族が中国で住めないようにしたら、へへーって、でそれやったら中国のレッド民がアメリカ人誰にも困りませんけど誰も家族を中国に留学させたいとも思ってないし、中国の銀行に預けたいとも思ってないから、そうそう、何の制裁にもなってませんけどってオチですよね。そうそう、これ俺中国大真面目にやるところはすごいよね、はい、いやもう真面目にやってきますから、はい、それで笑われるっていうことが分かってないというところがオチなんですけどね、はい、中国国民にも笑われてるというね、はい、はい、ということでございます。はい、どうも今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、どうも皆さん、さよなら。